はい、白です。今回はですね、太陽光パネルの大型清掃ロボ、香川大学ですね、初のベンチャー企業が量産へということなんですけどもね、こういったニュースです。で香川大学初のベンチャー企業の未来機械が総額約、約が違いますね、7億円の第三者割当増資を実施、2019年上半期から 海外向けの大型太陽光パネル清掃ロボットの量産を開始するというニュースですね。香川大学の初の、えー、ベンチャー企業の未来機会、高松市は、2018年8月、四国電力高松市、小橋工業岡山市、中銀リース岡山市、他5社及び既存株主のリアルテックファンド、東京都港区を割り当て先とする総額約7億円の代謝 割当増収を実施すると発表2019年上半期から開発した海外向け太陽光パネル清掃ロボットの量産を開始する計画だということでこんな感じの機械ですね移動ロボットメ,タメカトロニクス機器などの製造販売を行う未来機械は2008年から太陽光パネル清掃ロボットの研究開発に着手常に自立型でハンディタイプのソーラーパネル清掃ロボットを 実用化していると。あこれ、ハンディタイプなんですね。やっぱりここに手取っ手があるから、そういう形なんでしょうけどね。で、同製品はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなど、砂漠地域への大規模な太陽光発電所の建設が進んでいる中東諸国を中心とした採用実績があると。もうすでに採用されているということですね。で、ここのね、ホームページに行くとわかるんですけど、ここも後でね、リンク貼っておきますが、 もういきなりですね、その砂漠に置いてあるこの太陽光パネルってね、砂がもういっぱい乗っかって,てです、ね、あれじゃちょっと発電できないよなっていうところをきれいに掃除しているような感じですね。だから結構まめに掃除しないと太陽光の発電がですね、うまくいかないのかなというところはあります。で砂漠向けソーラーパネル清掃ロボットのニーズは中東、インド地域などの砂漠地域で太陽光発電導入が急速に進むのに伴い活性化していると。 これらの地域では発電所の規模も巨大化しており、ソーラーパネル製掃ロボットの必要性が高まっているという。まあ人間がやる必要はないよねっていう形ですよね。同社はこの市場動向を捉え、新エネルギー産業技術総合開発機構、NEDO などからの支援を受けて、新たに巨大太陽光発電所10メガからギガワットクラス向けの大型新機種の開発に2016年から着手。その製品化にも成功したことから、 四国電力を他8社による総額約7億円の出資により海外向け大型ソーラーパネル清掃ロボットの量産体制を整え2019年から海外進出を本格化するというニュースですね未来機械の三宅徹社長は今回の増資に関して乾燥地域での太陽光発電に欠かせないメイドインジャパンのロボットテクノロジーで太陽光発電の普及拡大に貢献し持続可能な社会を実現する 中国、中四国地域を中心とする有力事業会社及び投資家の賛同により、この地域から日本の誇るロボット技術を世界に展開できることを嬉しく思う。などと、うん、コメントしてるんですね。まあちょっとね、語字が何個かあって気になったんですけど、まあ特にこういう機械というのは砂漠地域だけじゃなくてもですね、まあ砂がいっぱい飛んでくる地域でしょうから汚れやすいっていうところもあるんですけども、 空気が汚い地域というのはですねあの、非常に汚れやすいです、はいあの。例えば幹線道路沿いにね、お住まいの方なんかはすぐ分かると思うんですけど、排気ガスでですね、道路からの、あのまあ、車からのですねこう、えー、空気の汚れっていうのがですね、どん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 窓とか部屋の中にこう入ってきたりするんですよね。まあそれだけね 排気ガスっていうのはやっぱりすごく影響も悪いし、汚くなるしっていうこともあるんですよあ。そういうわけにね、こう太陽光パネルを作るってわけじゃなくても、例えば日本だと花粉とかですね、そういったものでもこう汚れる可能性っていうのは高いです。森の中に作るとか、畑の中に作るとか、そういったところもあるじゃないですか。まあ田んぼの中にね、作るとか、ソーラーシェアリングとかもそうですけども、ああいうものでもですね、やっぱりいろいろ木の葉っぱですとか、 あるいは種ですとかね、あと花びらとかですね、まあ、他にもいろんなゴミがやっぱり飛んでくると思いますので、こうソーラーパネルのね、あのー、清掃っていうのはやっぱりまめに行わないといけないそうです。で、これをですね、にまめに1日1回とか2回とかでもできれば、すごくですね発電効率も上がりますし、特に太陽光がね、あのさんさんとたあの降ってる、降り注いでいるときには、しっかりと清掃してですね、太陽光のえ発電をね、 きちっと活かせるようにしておくっていうのはすごく大事かなと思います。まあ、最後にね、やっぱりこういった部分のロボット技術っていうのは、まあ、今のところは日本がリードしてるとはいえですけれども、まあ、中国製とかの、ね、ものが、ね、すごく安くなってきて、いろんなロボットもそうですけども、値段的に、ね、こう対抗できるのかなっていう部分が非常に大きいです。うすでに、ね、太陽光のパネルは海外製の方が全然安くなってきてますんで、 海外ではそれを使って、ですね、どん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 太陽光の発電のコストが下がってきているということなんですよね。日本では、FIT によるですね、再生可能エネルギーの売電価格というのも、どん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 、これは他の国もそうなんですけど、どん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 減ってきてはいるんですが、設置コストというのはですね、どんどん安くなってきているので、逆にその経営もですね、それによって安定化してくるというところもあるそうです。 でいち早くですね、そういった安い太陽光パネルを設置できるかどうか、で、メンテナンスもですね、こういった省力化ですよね、人を使わない形で、まあ、規模にもやるとは思うんですけどもね、そういった部分で、あの、メンテナンスをしっかりこうできていけるかどうか、あるいは、日本だとね、あの、土建てなんかの場合は雑草の対策なんていうのもそうですけどね、それもですね、まあ、あの、そのうちこういったロボット、 で、雑草を刈るとかですね、シートを張って、なるべくこう雑草を生やさないようにするなんていうこともありますので、そこの部分でうまくいってくるとですね、より太陽光パネルっていうのの運営がやりやすくなるんじゃないかなというところでしょうね。まあ、海外のこのギガワットクラスとかですね、そこら辺はすごい大きなものですから、もう何万ヘクタール、何、何万はいかないかもしれないですね、何千ヘクタールとかですね、そういった土地を 砂漠であれば別に利用価値っていうのはないですからね、基本的にはね。ですからそういったところをこういった太陽光パネルで埋めていくというところになってくるとすごいなぁとは思いますね。だからそれだけの広さをね、膨大な場所を、膨大な広,大な広さの場所をですね、メンテナンスするとなると、やっぱり人の手ではなかなか難しいし、正確さをね、伴っていくとなると、こういった機械に頼るっていうのは、まあ、至極当然かなというふうになってきますね。 はいまあ、日本でもです、ね、こういった機械の導入というのは、いろんなところでこれからも進んでくると思いますけれども、まあ、手始めにこういう太陽光パネルの、ね、清掃ということで、海外での受注が、ねえー、増えているというところがいいですよね。でしかもです、ね、これあの香川県、香川大学発というこのベンチャーですから、それほどあの大きな会社ではないと思うんですけど、こういったベンチャー企業を、ね、元気を出して、いろんなものを開発してくれるというのはすごくいいかなと。 思います、まあ、これって海外にいきなり打って出るってい,くっていうのもねすごいなと思います。日本でのね実績を少しも積んでいるとは思うんですけどもでもいきなりねこう受注につながってこういったものが出てきているともうすでに採用されているわけですからねこれはすごいなぁと思いましたはい今ねインターネットが結構ね普及してますのでそういったものを見てですねいろんな世界のいろんな国がこう うん、受注してくるのかなっていうところも考えられますね。いかにそういった SNS とかも含めてですけど、あの発信をうまく行うかどうかっていうところもですね、すごく大事な部分だと思います。はい、えー、最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます。